よし、やっていこう。2日目のお昼ということで、2日目の昼ですね。なんだっけ、何を強めるのかわかんないけど、あれ、おばちゃんじゃない、おばあちゃんがいない。おばあが、おばあ、なんか音がする。お、晩ご飯作ってんじゃん、おばあ。おばあ、こんにちは。あ、イベントかな。トモは家で料理とかするね。いつもお母さんに任せっきりで、私はほとんどしないです。なるほど。それじゃあ、おばあがまた簡単な料理でも教えてあげようね。おお、それ助かる。はい、お願いします。レシピ読むなった。ゴーヤチャンプル、いいね。私ゴーヤチャンプル好きなんでね、週に1回は食べてる。多分やった。あ、だけか。おばあ、はい、痛い。おばあ、首の曲げ方すごい早いね。わ、すごい勢いで首曲げてるね。大丈夫おばあ。さて、ちょっと出る、ここからは。あ、出るんだ、一応。さて、どこへ行けばいいんだろう。朝は結構探索したからね、今日。昼もなんかあんのかな。とりあえず大好きに会いに行きたい。大好きなら昼は港にいいんじゃないの。さすがに。あ、でも寮出てるかもしれないか。え、でも昼ならもう帰ってくるでしょ。朝はいないだろうけどさ、寮出てるならさ。いやー、ここは何なんだろうね。気になる猫。猫がいっぱいいるところ。猫たちの住処とはなってるんだけどさ、なんか結構いろんな材料とか売ってたからさ、家を建ててるのかなと思うけど。あ、ユタさんいんじゃん。どうしたのあんなところで。こんにちは。またアイコンタクトだけかい。なんやねん。あれ、大好きな、あれは誰だ。村長かな。はいさい。はいさい。村長っぽいね、なんか。何してんだ、このところで。特に。イベントってもしかしてさ、一つの時間に一つまでしかないのかな、イベント。あー、邪魔。でも朝イベントなかったからね、特にこういうといった探索室けどさ。で、昼はおばあのお料理教室があったから、まあ一周して何もなかったら時間進めちゃうか。
さあビーチに来たけどビーチも特に何もないだろうな。プライベートビーチだからさ、こんなんぐらいあったっけ。あったか。いやダイビングとかしたいけどね、釣りしたいとかさ、あ特に何もないか。いやでもいいねこの波の音が、本当にすごいリアルで。綺麗な砂浜だしね。さっきもらったレシピ本は見えないのかな、ゴーヤチャンプルのレシピ。あれは何なんだ、どこで見えるんだ。大事なものかなだったりする。さあマブヤーだっけ、なんだっけ名前、名前なんだっけ、この来たけど。はいたい、トモコ。はいたい、はいたい、おばちゃん。いやいいね、この石垣がまた沖縄っぽいよね。この石が石でできた塀も。右行ってた学校だっけ。じゃあこっち、こっち学校だ。あれやばい、道がわかんねえや。こっちは、こっち何があんの。広場か。学校、学校行ってみるか。学校昼間だからね、もしかしたら子供たちは遊んでるかもしれないからさ。学校行って何もなかったらもう時間進めちゃおう。うん、まだまだ先は長いし時間もいっぱいあるからね。14日もあるし。学校人いんじゃん、なんか少年がいる。はいさい、はいはいはい、だけか。あ、どっか行く、ついてこうぜ。あ、はいはい、少年どこ行こうとしてんだ。どうして君は一人で、一人で何をしてるんだ君は。お姉ちゃんと遊ばないかい。お姉ちゃんがいろんなことをしてあげるよ。すごいよ。あ、なんかコートがある。あ、野球コートじゃん。へえ、野球してたんだ。てか9人も、てか18人もいいのかな、この村に。こんなコート作っちゃったけどさ、いいね。じゃあ一通り回ったし。あ、少年が消えた。どこ行った少年。あ、いた。まあいいや、一通り探索したし時間進めちゃうか。何もなさそうだしね、もう。じゃあ時間を進める。はーい。お腹すいちゃった。そろそろ夕ご飯かな。
あ、帰ってきた。ただいま。ただいま。あ、じゃあセーブしますか。あ、もう夜は食べたんだね。夜ご飯は。なんだっけ、おじいとかおばあに話しかける前にさ、で、何この曲は、なんかこんな曲だっけ。もしかしてここ中あったりする、大事なものの中に。ゴーヤチャンプレシピある、やった。けど調べられない。あ、調べられた。美味しいゴーヤチャンプル。お、材料4人分、ゴーヤ1/2個、ポーク缶詰150から 200g、 豆腐1/3丁、鶏の卵2から3個。へえ、へえ、下準備、作り方、なるほど。いいね、ゴーヤチャンプル結構美味しいんで。やっぱゴーヤもね、食わず嫌いで結構苦いから嫌だって言ってる人多いですけど、それなりに美味しいんで、やっぱゴーヤチャンプルとかも美味しいですし、苦味がまたいいんだよね、あの苦味が。おすすめです。おっ、親父じゃねえ、おじい三振引いてんじゃん。おお、先におばあに話しかけるか。おじいは夜になったら、うん、いつもあんなして縁側で三振を引くんだよ。へえ、とこも聞いてくね。あ、はい、じゃあ聞いていきます。いいね、この縁側がまたいいよね。おじい、こんにちは。あ、イベント、三振という楽器さ。うん、なんかいい音色だね。そうだね、トモコもやってみるか。ええー、いいよ、私楽器とかできないし。トモコ何もできないじゃん、お前。大丈夫、三本しか弦はないし。そう、だから三振って言いますかね。まず、うん、それじゃあちょっとだけやってみようかな。おお、三振うちにあったような気がするけど、どこ行ったかな。え、そういう自分で行くやつ。そう、説明してみますか。ちょっと待って、これ三振連鎖では三角ボタン、丸ボタン、丸バツボタンおよび方向キーを使用します。画面下の流れるボタンマークに注意してください。あ、これさ、音ゲーやんけ完全に。ほい、左側の黄色いラインにボタンマークを重ねました。この時対応するボタンを押すと三振の音を出すことができます。この場合はまぶたを押してください。はい、ほいほい、次はバツボタンが重ねました。これまでと同じようにバツボタンを押してください。これは次もバツボタンです。しかしここに左マークがついてます。あ、ついてるね。この場合は左マークが示す方向と同じ方向キーを押しながらバツボタンを押してください。はい、うまくボタンを押しましたか。間違ったボタンや方向キーを押すと正しくなってございます。しばらくの間ボタンを押しますので操作を練習してみましょう。あ、ありがとうございます。音ゲーだねこれ。あ、あ、タイミングが合うね。これね、キャプチャーソフトのさ、ラグがあるからさ、少しずれちゃうんだよね。あ、むずいこれ。いや、ちょっとむずい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 、最後むずくない。あ、はい、ちょっとお手本聞いてみましょうか。桜、7月でした。桜聞きましょう。もう、桜、いいね。歌詞知らないけど。むずくない？
むずいな。桜ててて、わかんない。あ、むずそう。タイムラグがあるかな。とりあえず引き抜きましょうか。桜。あ、むずい。あ、いいね。あーあー、むずい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 。これ落がひどい。いや、押してるじゃん。どうで、あ、いいね。いえ、むずいよ。もう少し頑張りましょう。わかりました、もう少し頑張ります。これは毎日って言ってたから、おばあが毎日できるんじゃないの。じゃあ今日はいいや。タイムラグがひどい、困ったな。トモコ、今日も三振引いてみるね。いや、今日はいいです。そうね。それじゃ弾きたくなったらいつでも言いなさいよ。はい、ごめんね。おじい、今日はもうそんな気分じゃないんだ。ごめんよ。これ夜だけど、すっと出るのかな。適当に探索してみるか。夜だけど人いるのかな、夜外に。あ、星が綺麗、すごく。やっぱり景色というか、周り邪魔するものが何もないしね。空気も綺麗だし、すごい綺麗、星が。いいじゃん。あ、猫、猫夜行性だからね、結構元気なのかもしれないけど。港大好きたいしない。夜だけど、これから出て船で数準備とかさ、してたりしないかな。今日噛みすぎだな、ちょっと。あ、いないね、人が。やっぱみんなもう家でゆっくりしてんのかな。夜のビーチ、おお、誰かいる。あ、泉ちゃんじゃない。あ、泉ちゃんだ。泉ちゃん、どうした。やっほー、やっほー。かわいい、泉ちゃん、かわいい。いいね、この子好きだわ。泉ちゃん、トモコと年も近いだろうしね。でもこの島には中学校がないからね。泉ちゃんも小学生なんかもしれないけどさ、さあ夜のビーチはまたいいんじゃないか。雰囲気があって、風情があって、夜の星と、おー、星が綺麗。いいね、いいじゃないの。おー、いい景色だ。あ、いいね。ちょっとスピンチしろうぜ。トモコ、そんな長い靴下履いて、あ、つくー、ちょっと待って、びっくりした。誰かいる。え、これ大好きじゃね。大好きじゃん。どうしたお前、そんなとこに急いで。
よう、トモコ。夜の海風は気持ちいいな。ね、気持ちいい。知ってるか、砂浜には今の時期たまにウミガメが来ることがあるよ。へえ、ウミガメ。お、いいこと聞いた。ウミガメか。よよ、ウミガメって夜来るからね。じゃあ毎晩来た方がいいのかな、ビーチには。産卵しんでしょ。じゃあ毎晩ウミガメを見に来ますか。今日は痛いしない、ウミガメ。いないね。じゃあそうだな、タスクがいい情報も聞いたし、まあ終わりますかね。じゃあ今日も、今日はもう、うん、じゃあ終わろう。よし、時間を忘れる。はい、寝ます。遅くなっちゃったな。そろそろ寝る時間かも。これ自分で帰ってくるからいいよね、家まで。わざわざ家に戻んなくてもさ、なんかリレミトとかルーラーみたいな感じで強制期間できるからさ。ただいま。ただいま。あ、今日もこのくだりやるんだ。すごい眠そうな顔だよね。降ってきちゃった。今日はそろそろ寝ようかな。それじゃあおやすみなさい。おやすみ。はい、ということで今日はこの辺でお会いします。ではお疲れ様でした。3日目もまたよろしくお願いいたします。ではまた。